はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。デラックスモンスターレイズバック急な情報解禁&速攻で発売っていう久々のこういうアイテム来ましたね。定価が3080円で2460円で、これパンクジャックのコア ID ついてくるんですよ。カンケリのラスボス編では切り札として使われましたが、11月からはパンクジャックの相性がいいバックルとして使用されそう。っていうかパンクジャックちゃんと変身者いたんだね。そして最新話でもしっかり2モード変形したデラックススパイダーフォン、定価2750円で2200円で買いました。いつもの DGP パッケージと同じですが、ツムリのセリフが入ってるってことで、これはいい商品。そしてアストラのアーツもついに発売して買うことができましたし、ブラックサンも配信開始のバッチリのタイミングでソフビ、1980円が1680円で、もうこのサイズも2000円とかするわけ。昔はね800円とかだったんですけど、まあ、これは超造形っていうのもあるのかな。あとなんか質感がいいとか、あとはデバイスエクシア買うつもりなかったんだけど、どうやらバックパックのジョイントが追加されたんだっけ。22,000円で、まあ、最近のメタルビルドからしたらちょっと買いやすい価格なのと、デバイス新たなエクシアってことでサブアーム的なパーツがついておりますが、これを今後発売するアイテムと何か付け替えられるとかそういうことらしく、デュナミスもデバイスバージョンで発売しますので、ちょっとメイン4ガンダムトレミー関連の全員デバイス化するんじゃないかなと思ってとりあえず買いました。でもエクシア系はなんだかんだ僕はもうずっと飾りっぱなしのグラハムガンダムが超気に入ってるので、いらないかなと思ったけど買っちったデバイス版。あとなんかパッケージ一瞬ウルトラの母かなみたいな魂ネーションボックスっていう新たなフィギュアシリーズが始まって、これ1個1000円とかなんだけど、変身エフェクトと SD 化したぐんぐんポーズのウルトラマンがワンセットになったもので、ワンボックス8個入りでワンボックス予約しましたが、8種類プラスシークレットがあるってことで、じゃあこれ揃わないのかい。ちょっとその辺も開封して確認する必要があります。すごい重いね。とりあえずこの辺りのアイテムは本編登場しましたので、すぐ動画出したいと思います。以上レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。